今、スパチャが入りまして、バーリーさんから、木下先生、荒らしてって聞いた。いや、今、質問じゃねえじゃん。じゃあ、荒らしますね。質問しろよ。木下さんが一番得意分野ですよね。はい、ね、まあ、大体、業界なんで近いので、ちょっと何個かじゃあ行きますね。恐ろしくハードルが、もう参入障壁がその行政書士の中だったら低いじゃないですか。うん、で、ある程度、規模感ある行政書士事務所だったらすぐ真似できちゃうと思うんですよ。そうですね。真似というか、規模感がある行政書士事務所はおそらくこれには単価が安すぎて入ってこないと思ってます。要は一件あたりに求められる利益が、まあ、2000円程度ですので、よっぽど大きいマスを取らないとこれ仕事として成立しないんですよ。ですので本当ゼロか100かだと思う。そう、これ単体だとそうなのかなと思うんですけど、要は冠婚葬祭系とつながってるじゃないですか。そうするとなんか相続とかやってるところだと大体つながっちゃってて、でそういうところにプラスアルファで打ちに行けばできちゃうじゃんと思っちゃったりするんですよ。だからそういう事務所いっぱい世の中ありますよね。相続の手続きやりますせみたいな事務所ってめちゃくちゃあるんで、すぐやられちゃうんじゃないかなって思っちゃうんですけど、そのあたりどうですか。今回ホームページ作る時も独身証明 .com っていうことで、うちの行政書士名じゃなくて独身証明書の専門のサイトっていうことで構築させてもらってるんですよ。ですので今同じような価格帯で並んだ時にユーザーの方がどちらを選ぶかなと思うと、多分インターネット上独身証明 .com ってなってる方が専門性が高く見えるので、そちらの方を選んでいただけるんじゃないかなと思うんですけど、ただまあ価格競争とか、まあ、ある意味でそういったところは入ってくるかなと思っています。僕の知り合いでもちょっと考えてた人がいるんですよ。まあなんか同じようなやつだなと思って、まあ、相談されたことがあって、まあ、結構サイトまで出来上がってないので、まあ、先に先行者として入ってきましたよと。なんですけど、恐ろしくこれ本当にハードルが低いなってずっと思ってたので、まあ、結構簡単にできちゃうなっていう話で、全国的にもこれできちゃいますよね。やろうと思えば。なのであまりに低いってことが1点と、あとこれ最初諸事法違反って、行政僕たちの世界って何とか士しかやっちゃいけない仕事があるんですよ。でそれが行政書士しかこれできないんですかね。そうですね、これは行政書士しかできないっていう。それ以外の結婚相談所がやったら、はい、一応法律違反。そうです、一応総務省の方に確認させていただいてまして、うん、こちらのですね、要は、システムを完全に無料化して、うん、でその紙を電子的記録媒体、まあ、いわゆる電子化した状態で行政書士に渡して、その行政書士がお金を全部取ればですね、こちらが結婚相談所とかのサイトが株式会社とかやっても全然問題ないですよ。ただここを行政手続きで送るような、その送付の手続きっていうのは行政書士しか費用を取った場合はできないっていうふうになってますので、他の資料の方がされると行政書士法に抵触する可能性があると。ただ僕だったら行政書士にお願いして、まあ、下請け的に行政書士をお願いしてやっちゃうかなって言って思っちゃうんですけどね。そのなんかモデルもですね、一応想定して考えたところ、上に株式会社とか他の法人が立った場合っていうのは、お金を株式会社で受けた状態だと、もうその時点で行政書士法に抵触するということでして、その後ろに行政書士をつけたとしても、こちらは共犯関係にあるという、抵触した形を行政書士がそれを支えている形になるので共犯関係になるということで、それも一応 NG ということでは確認はしています。まあでもそれを違反だとか言ってないですよね。はい、っていうかもう、ね、そもそも業界が狭いので、うん、そこで対しやってもですね、うん、そもそも何も得られるものがないという状況です。逆になんでその狭い業界攻めてるんですか。根本的にその中須さんがなぜこのすげえニッチ中のニッチまで行ってるのかっていう。いや、ただですね、これは本当に業界のマスを取れるとですね、システム化がすごい簡単と言いますか、要は私がですね、もう本気で働かなくてもシステムで動かせるっていう、それが一番のメリットでして、農地転用って言いまして、農家さんが耕してる農地がありますけど、はいはい、ああいったものを宅地とかに転用したいっていうような話を、うん、結構専門性の高いものをやっているんですよ、うん、ですのでもう私の時給がもうそのまま年収になっていくようなやつでして、うん、結構辛いんですよ。辛いんだ。辛いです。もう大変なんですか、農地転用は。毎月何件来るかもわからないので、来月までに出してくれって言われたりとかすると、やっぱりこのスケジュールとかも組めないですし、その仕事が増やせないんですけど、そしたら私の働く時間がそのままなってしまうので、事務員さんとかを増やしたり減らしたりとかして調整できる仕事がどうしても欲しくて、この
システムを見たときに、これ全国共通で使えるんですよ。そうですね。はい。ですので、すべての市区町村に同じ方法で全国誰でも使えるっていうところが、うん、マスとしては確かに狭いかもしれないんですけども、うまく回せれば年収規模では、まあ、2000万ぐらいまで届くので、市業としては結構いいところに。取れるマックスは年間何件なんですかね、イメージ。儲かるんですかね、その結果。4万件のうちの、3割取れたら、私の中では結構成立してるなと思ってます。はい、で、はい、で、今現在ですね、ツイッターでですね、結構独身証明書っていうのを検索結構ずっとしてるんですけど、取得がめんどくさいとか、盆の時に取らないととか、結局取りに行けないからまだ婚活してないとか、結構そういうそこがめんどくさいっていうのはかなりありまして、基本的には皆さん自分で取られてると。なんかあれですよね、わざわざ行政に自分で取りに行って、なんか独身証明書を取りに行くのが気分的になんか向こうにバレるのが嫌だとか、そういうのはあるかもしれないね。恥ずかしいですね。それはなんかわかるな。言われる通りで、あの独身証明書の中に代行の次ぐらいにもう独身証明書恥ずかしいっていう検索ワードが出てくるんですよ。それはなんか確かにそうだよ。うん、でこれ婚活にしか使えないんですけど、窓口で婚活のためって言えなくて他の要件を言ってしまって、それには使えませんって言われて断られたりとかする人もいらっしゃるみたいで、結構そのよく地元が小さい市役所とかだとすごい知った人が窓口にいたりとかして恥ずかしいっていう声もあります。じゃあ今からですね、視聴者の方に少し時間を差し上げますので、中須さんにですね、何か視聴者の方の中に質問のある方はスパチャを投げてみてください。私できる限り読んでいきたいと思います。宮沢智之さん、1万円いただきました。志願者さんはこのプランでどんなワクワク感があるんですか？不労所得を得るっていうワクワク感ですよね。仕組み化してね。志願者に聞いてます。なんで2人が答えてるんですか？汗かきたくないんだって。でもこの仕事を見つけて、これって全国共通でいけるし、もうワンストップで仕組み作ればできると思った時ものすごいワクワクしたし、うん、もうこれに全ベットしようと思ったので、その時はもう本当にワクワクしてます。子供と遊べるしね。そうですね、はい、奥様と一緒にいれるし、まあ、他の仕事ができるっていうですね。また